かなり高揚している部分とですね、もう目の前に見えている日本一に意識はいってると思うんですが、やはりリズム浜中が嫌いますね。当てただけ、井口ツーアウト。さあ4年ぶり日本一まであとアウト1つ。そして矢野に代わって代打は広沢。ピッチャーがルーキーなら広沢は球界最年長41歳。さあその時を待ちます。そして福岡ドーム白い風船が用意され始めました。3年前はジャイアンツに日本シリーズ逆転負け、4年前は日本シリーズ優勝、4年ぶり日本一へ向けて広沢打った、大きい大きい、ライナーがレフトスタンド入った、ホームラン。思わず笑顔の星野監督。広沢ここまで日本シリーズ7打数で6三振だったんですが、最後の最後で打ちました。まあこれがですね、まあやっぱりね、意地ですよ、これがね、本当に意地。まさかホームランを打つと思って出してるわけじゃないんですけどもね。まあしかし広さんにとってもこの日本シリーズは屈辱のシリーズだったでしょうからね、はい、最後の最後で打ちました。まあね、でも矢野を変えてね、広さんを出した時点でもうゲームを諦めたっていう感じの起用なんですよね。実際の話はね、鼻向けで出してるわけですから、しかし2アウト。8番沖原、考えてくると1点1点の積み重ねがやはり和田を大きく援護していたんですね。本当そうですよ。近づいてきた日本一の瞬間。いいですね、今のチェンジアップなんかもね、これね、本当にこう早く終わらせたいんですけどもね、冷静ですよね。マウンド付近、そしてラストゲーム星野監督、悲願の日本一ならず、ダイエーホークス王監督2回目の日本一、この後同点が待っています。第7戦までもつれ込んだ今シーズン、この日本シリーズ4勝3敗、福岡ダイエーホークスが4年ぶり日本一の栄冠を手にしました。さあ王監督にとって日本一の胴上げはこれが2回目になります。しかも初めての地元福岡ドームでの胴上げです。